北朝鮮で今月開かれた祝賀行事の様子。満面の笑みを浮かべる北朝鮮の指導者金正恩総書記とリ・ソルジュ夫人です。視線の先にいるのは笑顔で旗を振り一生懸命に歌う一人の少女。海外メディアはこの少女が金総書記の娘ではないかと報じました。仮に娘だとすれば映像に映し出されるのは初めてのこと。確かに少女は他の子供たちとは違い髪を束ねずショートボブ、カチューシャのようなものをつけ、一人だけ白い靴下を履いています。さらに映像をよく見ると少女がクローズアップされた次のカットには笑顔の金総書記や夫人の映像、特別な存在であることを印象付けるような編集がされています。舞台終了後にはリ・ソルジュ夫人が少女に近づき背中に手を当て何かを話しかける様子も。この少女は金総書記の娘なのでしょうか。韓国の情報機関である国家情報院などによると子供が3人いるのではないかというふうに言われています。金正恩総書記は、自分 の、 そのプライベートを公開することも比較的抵抗がないようですので、娘さんを舞台に出すということがあってもおかしくはないかなと思います。今後の登場に注目が集まっています。